皆さんこんにちは。日常的ランキングチリです。今回の動画は2024年版1年間で人口が増えた自治体ランキングベスト50。2023年から2024年までの1年間で人口が増えた自治体を調べランキングにしてみました。果たしてどのようなランキングとなるのか。それではスタート。第50位、埼玉県八潮市、700人。第49位、埼玉県和光市、766人。第48位、大阪府茨木市、794人。第47位、東京都千代田区、844人。第46位、神奈川県平塚市、851人。第45位、北海道虻田郡倶知安町、869人。第44位、東京都目黒区、885人。第43位、埼玉県朝霞市、902人。第42位、千葉県八千代市、1031人。第41位、千葉県成田市、1079人。第40位、千葉県松戸市、1102人。第39位、千葉県浦安市、1119人。第38位、東京都渋谷区、1197人。第37位、千葉県船橋市、1294人。第36位、千葉県市川市、1318人。第35位、千葉県印西市、1321人。第34位、兵庫県明石市、1356人。第33位、大阪府吹田市、1365人。第32位、神奈川県茅ヶ崎市、1391人。第31位、埼玉県川口市、1600人。第30位、滋賀県草津市、1603人。第29位、千葉県柏市、1796人。第28位、東京都江戸川区、1808人。第27位、千葉県千葉市、1883人。第26位、東京都杉並区、2057人。第25位、千葉県流山市、2332人。第24位、東京都荒川区、2454人。第23位、東京都文京区、2524人。第22位、東京都練馬区、2626人。第21位、東京都世田谷区、2702人。第20位、東京都中央区、2761人。第19位、東京都葛飾区、2825人。第18位、愛知県名古屋市、2891人。第17位、東京都豊島区、2946人。第16位、
東京都新宿区、2947人。第15位、茨城県つくば市、3042人。第14位、東京都足立区、3109人。第13位、東京都中野区、3784人。第12位、東京都北区、3969人。第11位、東京都品川区、4084人。第10位、東京都墨田区、4570人。第9位、東京都板橋区、4686人。第8位、東京都港区、4691人。第7位、東京都台東区、4909人。第6位、神奈川県川崎市、5110人。第5位、東京都大田区、5209人。第4位、埼玉県さいたま市、5679人。第3位、東京都江東区、6226人。第2位、福岡県福岡市、12521人。第1位、大阪府大阪市、16055人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。